どうした？やった。今度ね、デビュー記念の握手会をやることになったんだけど、私握手ができないんだ。普段は何ともないんだよ。でも握手会のことを意識すると緊張しちゃって。そっか。ちょっと練習してみようか。大ファンです。重症だね。上がり症なのです。ねえ、いつきくん、私どうすれば度胸をつけられるかな。多くの人に接してみる。うん。でも街中でアイドルが突然握手の練習させてくださいっていうのは。あ、それならティッシュ配りとかどうかな。ティッシュ配りなら知らない人と接するいい練習になるんじゃ。そっか。さすが樹くん、頭いいね。宣伝も兼ねてティッシュを配れば握手会の増員も見込めるし。決まりだね。私早速準備してくるよ。するんだろ。もちろんだよ。私頑張るからね。見ててね。いつきくん、来たよ。どんな風に声をかければいいのかな。ハキハキと元気よく。調子で頑張ろう。今度は人によって渡し方を変えてみたらどうかな。渡し方？うん、わかった、いつきくん。案外普通に渡してみるとか、深く考えず。調子だね。だけどまだぎこちない気がするな。ぎこちない。表情が硬いのかな。よし、今度はそこを意識してやってみる。軽く微笑む程度で。
功だな。だいぶコツがつかめてきた気がするよ。今度は私一人で挑戦してみるね。もう大丈夫みたいだね。あがり症？そうだよ。そしたらあがり症を治すためにティッシュ配ってたんだった。無我夢中でやってたからすっかり忘れてたよ。おいおい。でも握手会もこういうことなんだよね。短い時間の間に全力を出し切り、自分の思いの全てを届ける。私、わかりました。カルネージが作れる。新しいレディアントス。パフォーマーが揃っている。これでいいかな。それじゃあユニティする。
れ様。思った以上に人が来てくれたね。うん、ティッシュをもらってくれた人もたくさん来てくれたんだ。いつきくんが手伝ってくれたおかげだよ。本当にありがとう。どうだった？握手会やってみて。どうした？握手って魔法みたいだね。やっぱり緊張したんだけど、でも手のひらを通してファンの人たちと心が触れ合ってる感じがしたんだ。歌や踊りだけじゃない、人との心の触れ合いもアイドルにとって大事なことなんだね。握手俺ともしてほしいな。翼が頑張った成果を実感したいというか。これからもオリベ翼をよろしくお願いします。